はい、どうも、すっころべーでーす。まあ、前回、七人グノーシア。これね、もう、一回間違ったらもう罪なんですよね。忘れてました。次、少人数あったら気をつけようと思います。イベント装置。大人数になりました。しかも、エンジニアなしで、俺グノーシアでバグもなしです。超有利だね、これ。あ、でも、仲間は、俺除くと二人か。絶対勝つ。ここにいるはずのシャーミンが見当たらない。まさか。ごめん、我慢できなくてついやってしまいました。やってしまったものは仕方ない。シャーミンの役割はもうわからないが、話し合いを始めよう。なるほど、このループね。あの、だいぶ前に言ってた、やっちゃったやつ。その時のループの説か、こいつは。なんか顔色悪いぜ、スッコロ。気になることでもあんのか？スッコロには迷いがある。それは、私も感じていることだ。いや、そんなことないって。スッコロを疑っているようでは、この船の命運も知れたものね。今、すっころに消えてほしくないな。すっころさんの変なところ、私、見つけてないの。すっころ攻めはあんまうまくないって、僕としてはもっとこう、楽しくいきたいね。モテモテですまんね。でも珍しくね、ゆり子様が、俺の味方してくれたわ。誰を疑うべきか、迷っているのですか？ならば、ステラが良いでしょう。ステラの様子が変なのは俺も心配してんだよ。確かにステラはちょっと変かもね。そうですか。私、その私はステラを守る。ステラを攻めるなら私は戦うから。第一印象から決めてました。乙女が怪しいっす。キューン。乙女ちゃんは怪しくない。そうだ、乙女は俺たちの大事な仲間だぜ。今、乙女に消えてほしくないな。にっこりとうなずいている。ククルシカも乙女を疑ってはいない。S級がまがいものなんじゃないの？そんなので本物の人間だったら、逆に哀れだよね。おっと、そう来ましたか。うーんでーす。大丈夫、S級を信じている。元気つけるようにククルシカが微笑みかける。そうね、俺もエスキーは信じるぜ。ラキオさん、お腹痛いでしょ？違うの？ちょっと調子が変なのかなって。ククルシカの瞳からもラキオへの疑念が見て取れる。ああ、もう楽やわ。だってもうククルシカの味方しても俺問題ないんだもん。へえ、君、この僕を疑ってるんだ。私は乙女よりラキオを信じたい。ラキオ攻めはあんまうまくないって。僕としてはもっとこう楽しくいきたいね。おっしゃる通り、ラキオ様を疑う根拠は薄いですね。で、投票でコールドスリープさせるやつを決めるんだな。多数決って好きじゃねえんだけどな。とりあえずラキオにしとくか。シピも疑われてんな。むしろ甘味だよ。甘類者だね。ついに大げさに言うが使えるようになったよ。さて誰だ。あ、説か。あ、ずっとあったね、説のやつ。あ、スッコロ。スッコロも情報収集に。そういえばスッコロ、今は誰とも協力関係を結んでいないんだね。私の経験では、だけど、協力関係を築くことは、情報を集めるために有効だと思う。なかなか内心を見せてくれない相手だと、ね。協力して、一緒に最後まで生き残ることで、ようやく話をしてくれたりするんだ。特に S 級あたりは、妙な二面性があるから、私の前のループでようやく。なになに、S 級ちゃんの話かにゃ、でーす。ああ。へえ、
どんなことです。S 級のすべてを知りたい。そんなことを話していたんだ。エロトークしてたのです。そうだ。そう、知りたいのだ。S 級の体の隅々までも、と答えた。どうしよっかな。ちょっとだけ教えちゃおっかなです。とにかくすっころ。協力関係が大事だってこと、覚えておいてね。あれ、これで終わり？エロトークの続きはです。さて、誰を狙うかだよね、問題は。S 級あたり言っとく？記録、被害者は S 級。グノーシア襲撃による消失を確認。ねえ、シピ。お前の望みは何ですか？この船に乗る人間たちの破滅。大げさに言ってみるか。お、そうだよな。お前らもユリコを信じて罰は当たらんと思うぞ。僕もシピさんはどうなんだろうって。今のうちにシピを排除したいんだ。私も賛成かな。同じことを思ってる人がいて、安心なのです。私もシフさんが気になってます。そうだな、俺怪しいんだろうな。なんでシフ攻める流れになってんだ。シフはいいやつじゃんか。シフは信用できないとククルシカの目が告げている。そうだそうだ、そうだな、俺怪しいんだろうな。なんでシピ攻める流れになってんだ。シピはいいやつじゃんか。乙女は信用できない。キューンな。乙女にきつく当たるなんてな。おっしゃる通り、乙女様を疑う根拠は薄いですね。軟弱者。私も乙女を信じている。比較の問題ではある。今乙女に消えてほしくないな。にっこりとうなずいているククルシカも乙女を疑ってはいない。ねえククルシカ、お前の望みは何ですか。この船に乗る人間たちの破滅。いや、そんなことないっしょ。ククルシカさんの変なところ私見つけてないの。提案、ドクター権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。俺がドクターなんだよね。待ってください。この船のドクターは私です。お願いです、信じてください。ほう、諸君、覚えているかな。この船のドクターは一人だけだということを。これミスったかな、もしかしたら。あ、しまった、ステラ排除できたか。お先に。コールドスリープって一瞬寒いのだけは嫌なんだよな。お、ククルシカ。ククルシカは何か悩み事があるようだ。説は危ないのだからと、今夜消す相手に説を選んでほしいようだ。お願い、すっころ、すがるように訴えかけてくる。こんなん迷う必要ないや。シピはグノーシアだったんや。ああ、セス様、私、残念です、とても。セツを消したことが嬉しいのだろう。ククルシカの喜びが伝わってくる。チラリとこちらを向いて、ククルシカは少しだけ微笑んだ。シピはグノーシアだったんだよ。違います、私の分析結果はシピ様の汚染の兆候はありませんでした。ええ、私たちは間違えたのです。自分は人間だとみんなの前で一人ずつ誓って、そうすれば信じられるから。俺はスーパー人間だ。大きくうなずいているククルシカ、その身振りで自分は人間だと宣言している。
ありがとう。今本当に誓ってくれた人たちを私は信じるから。お、これステラ怪しいんじゃないの。お、さすが大げさに言った子。そうですか、私そのスッコロは信用。あれ、僕もスッコロさんはどうなんだろうって。そんなことないよ。そりゃジナは怪しいよな。あれ違った、スッコロが疑われてんの。なんでスッコロさんの変なところ私見つけてないの。ねえステラ、お前の望みは何ですか。この船に乗る人間たちの破滅。僕もステラさんはどうなんだろうって。俺もステラ疑わしいと思ってたんだよね。私も常々思っていたよ。ステラを残しておいては諸君のためになるまいとな。そうですか、私そのステラは信用できない。スーデスーデいいよ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 。皆様が決めたことですものね。わかりました。私はコールドスリープをしながら皆様を応援していますね。じゃあな。でもな、ここでステラきつ沈むのはきついな。ちょっとこれは誰をやればいいんだろう。ジナをやるのは絶対まずいんだよ。乙女ちゃん行ってみる？倒すの。でもさ、ゆり子様あたりがさ、俺の味方してくれるんじゃないかな。すっころか、少し考え事をしていました。なんか怖いじゃん？ここで乙女ちゃんって大丈夫かな？きついな。レムナンに行った方がいい気もしてきたけど。記録、被害者は乙女、グノーシア襲撃による消失を確認。ステラは人間だったんだ。スッコロは信用できない。僕もスッコロさんはどうなんだろうって。まずいなこれ。スッコロを疑っているようでは、この船の命運も知れたものね。スッコロ攻めはあんまうまくないって。僕としてはもっとこう楽しく行きたいね。お、いいよいいよ。ククルシカさん、あなたはすごい人です。もしあなたが僕を信じてくれるなら、あなたのために僕は。あ、そうなの。俺も協力しようで行けっかな。何でもします。お、来た。手を結べと、それも一興、良いでしょう。ユリコは信用できない。ユリコには迷いがある。それは私も感じていることだ。そんなことないよ、ユリコ様だぞ、お前。そうだ、ユリコは俺たちの大事な仲間だぜ。ジナじゃない、やっぱ怪しいのは。誰だろう、ジナはヤバそうだよ。なんつうか、ジナからシリアス臭が漂ってくるんだ。そう、私が疑われてるんだ。どうしてスッコロさんはそんなにジナさんを疑ってるんですか。なんだかおかしいです。あ、そうなの。え、誰入れたらいいのこれ。ジナ行くよ俺。うおー、ユリコ様が。まずい。そうですか。うおー、マジかよ。これ何回やっても変わんないだろ。だからもう投票は終わり終わり。
もう全員冷凍でいいんじゃない？しょうがなくない？反対か。それは僕まずいんじゃないかと。うん、全員コールドスリープ、僕は OK だよ。おいおい、全員ゴールド、お前らいつもさ、お前らいつも投票になったら俺のことは見捨てるくせにさ。お前さっき反対したろ。もう何がしてんだよもう。お、重道か。いいよ。なんで来るしかダメって言ったのさ。重道を消したことが嬉しいのだろう。ククルシカの喜びが伝わってくる。チラリとこちらを向いてククルシカは少しだけ微笑んだ。へっへっへー、ユリコ、君なんか嘘くさいんだよね。それで満足ですか？ユリコは信用できないとククルシカの目が告げている。ユリコ、ユリコね、確かに不審かな。ダメ、私はみんなほどスッコロを信用できない。ジナの意見には聞くべき点がある。諸君らも耳を傾けてはどうか。そんなことないよ。そりゃジナは怪しいよな。あれ違った？スッコロが疑われてんの？なんで？むやみに疑念を振りまくといずれ我が身に帰ってきますよ。スッコロさんです。僕が変だなと思うの。私も常々思っていたよ。スッコロを残しておいては諸君のためになるまいと。大丈夫、スッコロを信じている。元気つけるように。ククルシカが微笑みかける。スッコロ攻めはあんまうまくないって。僕としてはもっとこう楽しくいきたいね。へっへっへー、ユリコ、君なんか嘘くさいんだよね。ユリコが怖いとククルシカの体が小さく震えている。ユリコって危ないよね。まずい。再投票か。投票対象はスッコロとユリコだ。本当に誰も気づいてないんですか？僕はスッコロさんが怖い。私もスッコロには眠ってほしい。そんなことないよ。サンキュー。スッコロ攻めはあんま上手くないって。僕としてはもっとこう楽しくいきたいね。終わったなこれ。だから言ったじゃん、もうくっそー、あともうちょいだったのに。いやここ二人がさ行けたらさ勝ってたんだよ。ククルシカ何やってんだよ。まあしょうがないわ。ああ、くそ、ククルシカと二人で勝ちたかったな。というわけで、また次回。